はい、今日はですね、小学生の時かな、中学生の時かな、ちょっと忘れたんですけど、当時大切にしてたものがあって、それをとある場所に隠したことがあるんですよ。で、そのとある場所を見て、その当時、まあ、大事にしてたものを見てみようと思います。だから今からもう15、16年前ぐらいかな、もう17年前ぐらいかな、いやもっと前かな、うん、それぐらいのものなんで、もうかなり前です。でもまだ残ってると思うんですよ。で、その場所が屋根裏じゃない、天井裏か、天井裏に、隠してて、ちょっとはっきりどういったものか覚えてないんですけど、まあ、隠したっていうのだけは覚えてるんで、ちょっとそれを見てみたいと思います。ということで、いきます。確かね、遊戯王のカードがあったような気がする。当時すごい遊戯王にハマってたから。まあ、この押し入れなんですけど、で、ここですね、ここの中に隠したと思います。隠した記憶があります。これちょっと爪でやらないと、あ、これ開くんだよね、こうやって。で、ここ蓋が開くんですよ。で、この中だったと思うんですけど、ちょっと汚いかな、こう手突っ込んだら、ほら、出てきた。うわ、すごっ。出てきた。ちょっととりあえず置いといて。ほら、出てきた。ちょっと見てみましょう。とりあえずこういう封筒があって、まあとりあえず一つずついきましょう。一つずつっていうのかな。これは炎の剣士。あ、何これ、なんか破れてる。マジックアームシールド。これ多分ネズミかなんかにかじられたんじゃないかな。すごい新しいのに、これはちょっと残念ですね。うん、マジックアームシールド、ロケット戦士。いやね、当時なんでこうやって隠してたかっていうと、結構ね、カードを、うん、破られて、とある人物に破られてたんですよ。もうハサミでズタズタに切られたこともあって、だからそうなってほしくないから、こうやって隠してたんですよ。そうそう、ラーの抑神竜とかレッドアイスとかサンゾントドラゴン、もう当時はもう城の内デッキみたいなの目指してたんかな。だからそういったモンスターばかり、まあありますけど。あと、これは何だろうこれは何だろう、これは絵はがきかな。で、これは何だろう、これはこれヨシキだね。え、これはちょっと、これはヨシキの写真だよね。ヨシキ、ヨシキ、なぜか様式があるっていう。まあね、当時これを、まあ、大切に思ってたんでしょう。
で、この絵はがきはちょっと分かんないんですけど、いやあと入ってないね。まあこのよしきの3枚の写真と絵はがき、絵はがきじゃないか、絵はがきとこれなんだろう、なんかの絵ですね。であと遊戯王のカードですね、が、隠されてたというわけですね。はい、まあ今となっちゃ懐かしいですね。うん、今じゃあ何かね、大切なものを今どっかに隠しておこうってなった時に何がこう思い浮かぶかなってちょっと考えてしまいますね。はい、とまあ懐かしの、思い出の品々ということです。